いざ立て岩手人というタイトルにさせていただきましたが、今年から3月11日にまだ帰りにまだございますし、連絡先が書いてありますので、ぜひご一報くだされば、すぐお父様とお母様が亡くなって、家へ帰ると一人になってしまって、勉強がなんとなくできなくてテレビ見ちゃったりすることをなっちゃないかなと心配しつつ、援助を望むようなお子様がいたら家庭教師であったり、あるいは塾へ通いたい、そういう経済的な支援をしたいなという団体でございます。求めている方たちを探していることも含めてこのコンサートがあったと思います。高校生はもうちょっといいのかな、いろいろ、いやそれもいけないって、協力してくれる人がたくさんいるわけです。でその人たちが、先生を紹介するとみんな暴れん坊だと、そういう学校のお前さんになれればいいねっていうか、幼児、希望する方もおられるかと思いますので、それはまたそういった方の誕生お忙しいところありがとうございます。今日26名宮城県には、サポートをしていますが、岩手県はまだゼロなんで、ぜひこの機会を通じてそういう方が手を挙げてくださると嬉しいなと思っております。おかげさまで会場いっぱいのお客様に来ていただきました。大成功でしたし、大変喜んでおります。被災地は瓦礫の撤去はほぼ進みましたけれども、具体的に高台移転だとか、あるいは盛り土をして安全な住宅地を作るという事業はこれから始まります。実はいつまでも被災地に目を向けていただきたいし、時々刻々変わるその被災地のニーズというものがありますので、そういった我々のお願いについてもぜひですね、ご支援を継続していただきたい、このことを申し上げたいと思います。